エルカ酸は、一家不飽和のオメガマイナス9脂肪酸で、22,1オメガマイナス9と表現される。な種の種、アラセイト糖の種、カらしの種から作られる、植物油の脂肪酸残基の40から50%を、エルカ酸残基は構成している。また、エルカ酸の組織名は、シスマイナス13度セン酸で、そのトランスイ生体は、ブラシジン酸である。現在、 流通する、ナタネ油は、エルカ酸残機の代わりに、オレイン酸残機を多く含むキャノーラを原料としている。化粧品に使用される成分、エルカ酸は、ナタネ、アラセイトカラシ等の種より生成される、植物油の40%から50%を占める、構成成分であり、脂肪酸の一種である。エルカ酸と名のつく成分には、エルカ酸、オクチルドデシルエルカ酸、 オクチルドデカノールこれらのエステルで保護剤、油剤、閉塞剤として配合。エルカ酸、オレールエルカ酸、オレールアルコールこれらのエステルで保護剤、油剤、閉塞剤として配合。エルカ酸、グリセリルエルカ酸、グリセリンこれらのエステルで乳化剤、保湿剤、合成界面化性剤として配合等が挙げられる。化粧品に使用される成分、エルカ酸。 オクチルドデシルは、アメリカでは、別名、合成ホホバ油と呼ばれているエスステルである。エルカ酸、オクチルドデシルは、にオクチルドデカノール、天然油脂に含まれている、脂肪酸であるエルカ酸など、これらを結合した油のことである。これらの成分を化粧品に配合する場合には、油剤、閉塞剤など、これらの目的で配合される。この成分を化粧品に配合することで、 肌に潤いを与え保つ、肌を滑らかに整える等といった効果が期待できる。エルカ酸、オクチルドデシルを使用した化粧品には、クリーム、ファンデーション、乳液、頭髪用化粧品等が挙げられる。重合する性質と乾燥性があり、油彩画の結合剤に使われる。エルカ酸は、容易に多くの有機化合物を形成する。したがって、 10号が必要な有機機質に非常に適している。これは特に写真用フィルムと紙をコーティングするエマルションの製造に便利である。多くの異なるエルカ酸化合物の複合混合物は一般にカラーフィルムに用いられる。特に皮膚とヘルスケア製品のために広く保湿成分として使われている。他の脂肪酸のように海面活性剤に変換する。 エルカ酸は摩擦学において特に優れた潤滑油である。エルカ酸アミドをプラスチックフィルムの製造に使うとエルカ酸アミドがその表面に移動し隣接する同様のフィルムに接着する。エルカ酸は高い熱量の脂肪酸であり発火点が非常に低く高いセタン化で、また良好な潤滑性のためバイオディーゼルの有用な構成要素である。オレイン酸とエルカ酸を4。 1>, 1の割合で配合したものは、ロレンツォ、S オイルと呼ばれ、副腎白質ジストロフィーの実験的治療に使用される。エルカ酸に局所水素添加することにより、ベヘン酸に変換することができる。副腎白質ジストロフィー診断、治療指針難病医学研究財団、難病情報センター。ありがとうございます。